サーマルプリンターは熱によって紙などの媒体に印刷を行うプリンターの一種である。サーマルプリントヘッド通電によってジュール熱を発生させるサーマルプリントヘッドを用いて印刷を行う。同じサーマルプリントヘッドを使用するものであっても媒体に図像を転写する方式によっていくつか種類がある。一般的にサーマルプリンターといった場合、 専用の関熱紙に直接プリントヘッドを押し当てて印刷を行う直接関熱記録印刷方式を用いた直接関熱記録式プリンターのことを指す場合が多いがインクが塗布されたインクリボンにプリントヘッドを押し当てて紙などの媒体にインクを飛ばすことで印刷する熱転写プリンターのことを指す場合もある熱転写プリンターとはインクリボンに塗布されたインクを サーマルヘッドの熱でメディアに転写することで印刷する熱転写印刷方式を用いたプリンターである。一般的に熱転写プリンターといった場合、熱溶性顔料インクが塗布されたインクリボンにサーマルプリントヘッドを押し当て、インクを熱で溶融させて紙に飛ばすことで転写する溶融型熱転写印刷方式を用いた溶融型熱転写プリンターのことを指す場合もあるが、 インクを熱で消化させて媒体に転写する、染料消化印刷方式を応用したもので、消化性染料インクが塗布された、インクリボンにサーマルプリントヘッドを押し当て、インクを熱で消化させて、紙に転写する、染料消化熱転写印刷方式を用いた、消化型熱転写プリンターを指す場合もある。家庭用としては、2000年頃より一般へのデジタルカメラの普及も後押しして、 フォトプリンターとして、消化型熱転写式や、直接関熱記録式の小型プリンターが販売されており、2021年現在では、プリンターにリチウムイオン電池とブルートゥースを搭載し、スマホと一緒に持ち運べて写真を撮ったその場で、印刷できる小型軽量のモバイルプリンターとしても、利用されている。2019年現在、家庭用サーマルプリンター市場はキヤノンが、ほぼ独占しており、 特に直接関熱記録式プリンターであるキャノンのインスピックシリーズが圧倒的なシェアを持っている。もともとキャノンは2017年まで消化型熱転写プリンターのセルフィーシリーズでフォトプリンター史上トップだったが2018年に発売した直接関熱記録方式のインスピック PV-123 がセルフィーシリーズをはるかに上回る大ヒットとなり 2リットル半以下のインクジェットプリンターを含めたフォトプリンター市場全体を含めた場合でも2018年発売のインスピック PV-1231 機種だけで日本における市場シェアが5割に上る。主にフォトプリンターというよりもスマホ対応のシール、印刷機として使われているとのこと。業務用としてはサーマルプリントヘッドはコンパクトで信頼性が高く安価で インクジェットプリントヘッドと比べて、ノズルにインクが詰まる心配もないことが評価されて、広く使われている。特に直接関熱記録式プリンターはインクすら必要ないので、この利点が大きく、バーコードや値段などを印刷して商品に貼り付ける、ラベルプリンターやレジのレシートプリンターなど、幅広く使われている。溶融型熱転写プリンターは、顔料インクを使うため、 インクにじみが発生しないという利点と耐水性、耐光性を活かし、業務用バーコードラベルプリンターや消費期限の印字などに使われている。家庭用プリンターでは写真印刷の性能が重視されるが、溶融型熱転写方式では顔料インクリボンを用いるため、サーマルヘッドの印刷ドットごとにインクを飛ばすか飛ばさないのにタクとなり、 サーマルヘッドの印刷ドットの解像度では表現力が低すぎるのとフルカラー印刷を行う際は色の原色ごとに一色ずつ印刷する必要があり紙がプリンターを往復する際に色ずれが起き合いという欠点などがあるため2010年代以降には家庭用の余裕型熱転写プリンターは販売されていない二千年代までは家庭用として販売されている製品もあり 特に、アルプス電機のマイクロドライプリンタシリーズは1990年代当時は、競合の印刷方式を上回る、解像度を持っていたことで、長らく一定のシェアがあったが、1990年代から2000年代にかけて、家庭用インクジェットプリンターの性能が向上するとともに、解像度の利点はなくなり、販売不振のために2010年5月末で販売を終了した。 マイクロドライプリンターは用途に応じてインクリボンの色を好きな色に変更することができ、競合の家庭用プリンターでは不可能な特色印刷が可能だったことから模型のデカールを印刷したりするのに用いるホビーストのファンも多かった。染料消化型熱転写プリンターはサーマルプリントヘッドの温度を自由に変化させてインクの量をコントロールできる表現力の高さを活かして フォトプリンターとして主に使われているが、業務用としては、2010年代以降にはインクジェットヘッドの品質向上や、インクリボンのコストの高さなどから、インクジェットヘッドを使ったインクジェットプリンターに次第に置き換えられつつある。なお、写真印刷業界において、消化プリンターは、しばしば、サーマルプリンターと同じ意味で使われるが、業務用の、 染料消化印刷市場全体を見た場合では、消化熱転写プリンターは消化プリンターの方式の一つに過ぎない。染料消化印刷方式には、印刷対象に直接印刷する直接消化方式とインクジェットプリンターなどで紙に印刷した図像をホットプレス機を使って布に再転写する消化再転写方式があり、またダイレクト方式の中にも、 サーマルプリントヘッドを用いて対象に印刷と同時に定着させる消化熱転写ダイレクト印刷方式以外にインクジェットプリントヘッドなどで布にダイレクトに印刷した後でヒーターで消化処理を行うことで定着させるダイレクト消化インク方式などの手法がある。2010年代以降のプロフェッショナルプリンティング市場においてはフォトプリンターの市場が縮小している一方で アナログ印刷からデジタル印刷への転換が始まった、サイネージ、テキスタイル、ラベルプリンターの伸びが著しく、エプソンや HP などのインクジェットフォートプリンター大手も続々と参入しつつあることから、業務用の消化印刷がすなわち、関連印刷であるとは、必ずしも言えなくなっている。1970年代のプリンタ電卓時代から1980年代の ファックス時代にかけて日本メーカー各社がサーマルプリンタの品質向上にしのぎを削った経緯からサーマルプリンターは伝統的に日系企業が強くサーマルプリントヘッドの市場シェアは2021年現在京セラが最大手でロームが2位山東花火市が3位以下青い電子東芝北斗電子三谷マイクロニクスと日系メーカーだけで市場を ほぼ独占している。京セラのサーマルプリントヘッドの発熱抵抗膜の生成に使われるスパッタリングターゲット材料を供給している高純度科学研究所によると京セラのサーマルプリントヘッドは綺麗で早いため特にコンビニのレシートプリンターにおける京セラのサーマルプリントヘッドのシェアは5割に上るとのこと。なお京セラとロームの世界シェアはほぼ同じでロームも トップメーカーを主張している。直接観熱記録方式を用いた、フォトプリンター、ポラロイドポゴ直接観熱記録印刷とは、熱を加えると色が変化する、専用紙に熱した、プリントヘッドを当てて印刷する技術である。プリントヘッドを印刷対象の媒体に直接当てることから、ダイレクトサーマルと呼ばれ、プリントヘッドをインクリボンに当てることで媒体に印刷する熱。 転写方式と区別される。この方式を用いたプリンターを直接関熱記録式プリンターと呼ぶが、一般的には単に関熱式プリンターと呼ぶことが多い。関熱式プリンターは熱を発生させて紙に印刷するサーマルプリントヘッド、紙を送るゴム製のローラー、プラテンローラー、関熱紙をサーマルヘッドに接触させるバネ、 の主に三つのパーツで構成されており、他の方式のプリンターと比較すると簡単な構造である。そのため安価に製造でき、小型化、軽量化に適している。動作音も非常に小さい。インクリボンやインクカートリッジといったインク類を使用しないため、唯一の消耗品は乾熱紙のみである。印刷には乾熱紙という専用紙が必要であり。 通紙などが使用できないが、この観熱紙は業務用に安価に大量生産されているため、例えば通称レジロールと呼ばれる観熱紙を使用した場合、1枚あたりの印刷コストを1円以下にまで抑えられ、非常にコストパフォーマンスが高い。消費電力も小さく、イニシャルコストとランニングコストがともに抑えられるという特徴がある。そのため、レジでもらうレシートや、 郵便物に貼り付けるラベル、バーコードなどを印刷するための業務用プリンターとして主に利用されている。家庭用としては1980年代にはパソコン用プリンターとして主流の方式の一つであった。また、ファックス印刷用としても使われた。いわゆるレジロール品質の観熱紙だと時間が経過すると色褪せてしまい長期保管には向かないことや、 単色印刷しかできないことなどから、関熱式プリンターと同様の原理で、インクリボンを用いることで普通紙印刷や、カラー印刷に対応する熱転写プリンターに1980年代中頃より置き換えられ、1990年代にフルカラー印刷が可能なインクジェットプリンターが低価格化すると、全く使用されなくなった。一方で、2000年代以降には、 インクジェットプリンターと同等の耐久性とフルカラー印刷が可能な観熱紙が発明されたことによりフォトプリンター、モバイルプリンターとして改めて一定の市場が形成されるに至っている。家庭用観熱式プリンターとしては2019年現在、キャノンのインスピックシリーズが圧倒的なシェアを持っている。もともとキャノンは2017年まで消化型のセルフィーシリーズで フォトプリンター市場トップだったが2018年に発売した関熱記録方式のインスピック PV-123 がセルフィーシリーズをはるかに上回る大ヒットとなり2リットル範囲以下のインクジェットプリンターを含めたフォトプリンター市場全体を含めた場合でも2018年発売のインスピック PV-1231 機種だけで日本における市場シェアが5割に上る 主に、フォトプリンターというよりもスマホ対応のシール、印刷機として使われているとのこと。業務用の組み込み向け関熱式プリンターとしては2018年現在、セイコーインスツルが世界最大手である。市販されたものとしては、世界初となる携帯型プリンター電卓、キャノンポケトロニク。関熱式プリンターを搭載し、 定価8万7000円観熱式プリンターは1965年にテキサスインスツルメンツ社のジャック・キルビーが発明した。ジャック・キルビーは1958年に集積回路を発明したことで知られる半導体技術者であるが、テキサスインスツルメンツ社のハガティ会長は自社製品である IC の応用を広げるため、1965年にジャック・キルビーに対して、 ポケットサイズの計算機の開発を命じる。この過程でサーマルプリントヘッドが発明された。感熱紙はすでに発明されており、熱源を感熱紙に打ち付けて印字するサーマルインパクトプリンタも存在したが、サーマルヘッドの発明によって、プリンターが簡素化され、同時に静音化された。テキサスインスツルメンツ社はこの技術をもとに、1967年、 サーマルプリンターを組み込んだ世界初の携帯型電卓カルテクを発表する当時の計算機はディスプレイを搭載するのがまだ一般的ではなく計算内容をプリンターで印字することにより確認していたがカルテクではサーマルプリンターを搭載することで持ち運びを可能としたしかしテキサスインスツルメンツ社はこの製品をあくまで自社の技術でモとして利用し 販売することには興味を持たなかった。そのため、この権利を日本の電卓メーカーであるキャノン事務機が買い取り、いくつか設計に変更を加え、1970年に携帯型プリンター電卓、ポケドロ肉を発売。これが市販されたものとしては、世界初となる携帯型プリンター電卓である。当時のキャノンは電卓市場においてシャープに押されていたが、キャノンの ポケトロニックは特にアメリカで大ヒットした。1960年代から1970年代にかけての過烈な電卓戦争において、キャノンは電卓市場大手のシャープとカシオほどのシェアは得られなかったものの、プリンター電卓というニッチのリーディングカンパニーとして電卓市場で生き残ることに成功した。特に1973年発売の MP1215 は、 金融機関を中心として大ヒットし2018年現在も現役で販売され続けている。サーマルプリンターの特許はテキサスインスツルメンツ社が持っていたが電卓戦争の過程でロームがサーマルプリントヘッド市場に参入するなど日本のメーカーによるサーマルプリンターの性能向上が続いた。世界初のコンピュータ用サーマルプリンターサイレント700 大型機用の端末機であるコンピュータ用プリンターとしては1971年にテキサスインスツルメンツ社が大型機との応答に使用する端末機として発表したサイレント700が世界初のサーマルプリンターといえる1970年頃までの端末機はディスプレイを搭載するのがまだ一般的ではなく大型機とやり取りした内容をプリンターで印字することにより確認していた そして、そのプリンターはタイプライターの装置を流用したものが一般的であった。1960年代にはタイプライターの電動化と革新が進んでおり、通称回転ゴルフボールと呼ばれる大型のヘッドを用いる IBM セレクトリックタイプライターやハンマソレノイドと呼ばれるソレノイドで制御されたワイヤーを押し出して印字するデイジーホイールプリンターなど、 革新的な機構を搭載した電動タイプライターが発明され、旧来の機械式タイプライターを用いて印字していた時代と比べてかなりの高速化が図られたが、活字を紙に物理的に打ち付けて印字するインパクト方式であるため、その分印字する音がとてもうるさかった。しかし非インパクト方式であるサーマル方式を採用したプリンターの登場によって静音化されたので、 サイレントと名付けられた。サイレント700では、関熱紙と 5X7 のドットマトリックス同時加熱印刷方式が用いられ、印字速度は毎秒10文字から毎秒30文字にまで達した。ただし、業務で使われる機械においては、インパクト方式による騒音がそれほど問題とはならず、また大型機用のラインプリンターとしては、非インパクト方式である、 サーマルプリンター以外にもインパクト方式でありながらも怒涛の高速化を実現するドラムプリンター、バンドプリンター、チェーンプリンターなどの様々な方式が開発されたため大型電算機用のラインプリンターとしてみた場合、サーマルプリンターはそれほど普及したわけではない。1975年には非インパクト方式のレーザープリンターが発明され、従来の機械式、 ラインプリンターと比べて一桁以上の高速化が成し遂げられたことから大型機におけるプリンターの主流はページプリンターであるレーザープリンターとなりサーマルプリンターを含めたラインプリンターは廃れてしまった。もっともサーマルプリンターは軽量であることからポータブル TSS 端末としてはサイレントシリーズにそれなりの需要があり1975年に 発売されたサイレント745は最軽量ポータブルのキャッチコピーで販売された。なおサイレントシリーズは1980年代中頃に汎用機の回線の速度が速くなったことで毎秒120文字を超えると印字が速すぎてマトリクスのすべてのドットを加熱しきれないという問題に直面し販売中止の危機となったがサイレント780において 二文字分のドットマトリックスを搭載するという方法で解決し、もうしばらく使われた。サーマル方式を採用した、電電公社のファックス、ミニファックス MF1。ファックス普及のために日本メーカー各社が尽力した、結果、1980年代中期には、サーマルプリンターが世界のプリンターの主流となった1972年、日本において、 ファクシミリ回線が民間に開放され、ファックスシステムの民主への拡大が行われると、日本において、ファックスのプリンターとして、サーマルプリンターが注目されるようになる。それまでの業務用ファクシミリでは、静電記録方式と放電記録方式が主に使われていたが、静電記録方式は、静電線像形成と現像の2つのプロセスが必要とされるため面倒で、あり。 放電記録方式は放電破壊士が放電によって破壊されてゴミがその辺に舞う上に印刷した後のお損集がとても臭かった。サーマルプリンタはこれらの欠点がなかった上システムが簡易であったので民事向けとして有望視された。さらに1980年にファクシミリ通信の国際規格である G3 規格が標準化されるとファックスを家庭に普及させるため 日本メーカー各社においてファックスの間熱記録方式の開発が一気に活性化。1980年には東芝が間熱記録方式を採用した史上初のファックスであるコピックス4 8 0 0を発表した。1981年に電電公社が間熱記録方式を採用した安価なファックス機ミニファックス m f 1を発表するなど、 プリンター本体と関熱紙に対して各メーカーが競い合って性能が向上した結果、1980年代中頃には関熱記録方式が日本のファックスの主流の方式となった。高性能な日本製ファックス機は世界を席巻し、日本製サーマルプリンタも世界を席巻した。ただし関熱記録方式は 関熱紙という特殊な紙が必要であることとすぐに文字が読めなくなるという保存性の低さが問題であった。そのため企業向けとしてはほとんど普及しなかった。また家庭用としてもかなりの欠点であるため日本メーカーは関熱記録方式の開発と同時に関熱紙を用いない普通紙ファックスの開発も行っていた。ファックスにおいては 1983年に富士ゼロックスが発売した熱転写方式の普通紙ファクシミリ240-245テレコピアと同じく1983年にリコーが発表したトナー方式としては世界初の普通紙ファクシミリリファクス13006が軽機となり普及機では熱転写方式高速機ではトナー方式へと二分化していくことになり 関熱記録方式は廃れてしまった。1970年代後半には家庭用のホビーパソコンが発売されるようになったが、FAX の開発に尽力する日本メーカー各社のおかげで、1980年代前半にはサーマルプリンタと関熱紙の性能向上が進み、1980年代中頃にはサーマルプリンタは家庭用コンピュータ用のプリンタとしても、 主流の方式となった。1980年当時のパソコン用プリンターとして主流の方式であったのはワイヤドット方式のドットインパクトプリンターであったが企業で使う仕事用パソコンのプリンターとしては良くても家庭用としては文字を一字ずつ印字する音がとてもうるさいという欠点があった。一方でサーマルプリンターは 静音性が高いことなどが評価され、家庭用パソコンのプリンターとして、急速に普及していった。シャープが1980年代に発売した、ポケコン用のサーマルプリンター、シャープ CE-126P。ワープロやポケコンにおいては、プリンターが本体に搭載可能な程度にコンパクトで、なおかつ本体とプリンターが一体化しても購入できる程度に、低価格であることが求められた。 そのためにサーマルプリンターがよく用いられた。しかし家庭用パソコン用としても1980年代中頃よりインクリボンを用いた熱転写方式が主流となっていった。1990年代に入るとインクジェットプリンターの低価格化により家庭用パソコン用プリンターの市場は完全にインクジェットプリンターで置き換えられた。その後のサーマルプリンターは 印刷の高密度化が容易構造が簡易で、小型化が可能という利点から、業務用のバーコードラベルプリンタとしての使用が主となった。印字も高速化され、印字が単色、保存性が悪いといった欠点に目をつぶっても、ランニングコストが重視される用途として、例えばレジスターや自動券売機、オーダーエントリーシステムのプリンターなどの機器で使用されるようになった。当初は、 品質が悪かったレシート紙も領収書として認められるところまで品質が改善された。1990年代以降にはカラー印刷が可能な間熱記録方式がいくつか考案され、1990年代中頃より家庭用フォトプリンターとしても散発的にいくつかの製品が発売されている。家庭用プリンターとしてはインクが不要以外のメリットがなく、 フォトプリンターとしては、管熱系は消化型に対して品質で劣るため、2018年まではほとんど普及していなかったが、キャノンが2018年より販売開始したインスピックシリーズは、スマホ世代向けのモバイルフォトプリンター、シールプリンターとして大ヒットし、2018年発売のインスピック PV-123 だけで一気に、フォトプリンター市場の5割を超え、 感熱記録方式が家庭用フォートプリンターの主流の方式となっている。2019年、関熱紙方式を採用した最後のファックスであったパナソニックのオタックスがインクリボン方式を採用した新機種の発表に伴って製造を終了した。サーモンオートクローム方式とは1994年に富士フィルムが発表した感熱記録方式としては世界初となる。 フルカラー印刷が可能な観熱式プリンターの一方、式である。検食材を内包した感音性、マイクロカプセルを加熱することにより発色させ、紫外光によってジアゾニウム脂肪を分解することで定着させる機構の内部発色型である。マイクロカプセルの熱特性を組切の各色ごとに変え、1台のサーマルヘッドの出力を 大きくは3段階に変えることで各色の会長表現を可能にした。1990年代当時は家庭用プリンタとしてインクジェットプリンタの普及が進んでいたがインクジェット方式は印刷コストは低くても印刷解像度が低く印刷速度も遅かったのに対し消化型熱転写方式は印刷コストが高いながらもなだらかな会長表現ができ銀塩写真に迫る。 表現力があったので、デジタル写真プリンタとしては、消火型熱転写方式が主流であった。しかし、TA 方式は、消火型熱転写方式と同様の原理で印刷し、消火型熱転写方式に迫るクオリティを持っていたため、1990年代中頃より、富士通とパナソニックによって、民生向けモバイルフォートプリンターとしても発売された。しかし、TA 方式は、 消火型熱転写方式に対してそれほどの優位性がなかった。消火型プリンタだとインクリボン代と次第がかかるのに、対し、TA 方式は次第だけですぐので若干安くなる程度であった。また、消火型熱転写方式はインクリボンを使うため情報漏洩の危険性があるのに対し、関熱記録方式は情報漏洩の危険性がないという利点があったが、それくらいであった。 2002年にはデジカメブームに乗り消火型熱転写方式の業務用フォトプリンター採用手の新興電機も同社発となる家庭用デジタルフォトプリンターカラー PET を発売する中 TA 方式の開発元である富士フィルムは2002年にデジタルフォトプリンターの新ブランドプリンピックスの展開に際し TA 方式の名称をプリンピックス方式と改めた インクリボンのコストダウンに限界がある消化型熱、転写方式に対し、プリンピックスは普及次第では専用ペーパーの大幅なコストダウンも可能であることを、富士フィルムは言明していたが、結局、プリンピックスはそれほど普及しないまま2004年に販売を終了し、業務用も含めて市場から姿を消した。ツインクゼロインク方式とは、2007年にツインクイメージング社が開発した。 フルカラー印刷が可能な観熱式プリンターの一方、式である。ベースペーパーの上にシアン、マゼンタ、イエローの各発色層が染料の結晶として備わっており、この染料結晶を熱で溶かすことにより発色させる仕組みとなっている。用紙表面はコート層により保護されており、印刷直後の乾燥などを考慮する必要がない。インクを必要としない手軽さなどから、 ポラロイドのポゴヤデルのワサビ、タカラトミーのインスタントカメラ、シャオなどに採用されていたが2018年まではそれほど普及したわけではなかった。キャノンがツインク方式を採用して2018年より販売開始したインスピックシリーズはスマホ世代向けのモバイルフォトプリンター、シールプリンターとして大ヒットした。ライバルが存在しないこともあり2018年発売の インスピック PV-123 だけで2019年時点のフォトプリンター市場の5割を超え、ツインク方式が家庭用フォトプリンターの主流の方式となっている。溶融型熱転写印刷とは、熱溶性顔料インクが塗布されたリボンに熱したプリントヘッドを当てることでインクを紙などの媒体に飛ばし、図像を転写する印刷方式である。 溶融型熱転写印刷方式を用いたプリンターを溶融型熱転写プリンターという熱溶性顔料インクが塗布されたリボンと紙をサーマルプリントヘッドとローラーの間に挟み込み密着させるサーマルプリントヘッドに電流を流すとその部分だけジュール熱が発生しインクが溶融して紙に転写されるインクが冷えると再固化され紙にインクが 高級的に定着する。サーマルプリントヘッドを用いる関熱記録方式の一種であるが、熱転写方式はインクリボンを使うという点でインクリボンを使わない直接関熱記録方式と区別される。同じくインクリボンを使うサーマルプリンタである消化型熱、転写プリンターと比較した場合、消化型がヒーターの温度を変化させることで消化させる。 インクの濃度を自在に調整できるのに対して、溶油型は原理上ドットごとのインク濃度が変えられないため、ドットサイズや密度を変えることで濃淡を表現する。そのため表現力に劣り、特に写真印刷には不向きである。一方、消化型は原理上、にじみが避けられないのに対して、溶油型は顔料インクを使うためににじみが少なく、鮮明な印字が可能である。 インクリボンを用いない直接観熱式プリンターと比較した場合、観熱紙ではなく普通紙に印刷する分、印刷物の耐久性が高く、特に熱や紫外線に対する耐久性が高いという利点がある。また顔料インクを用いるため耐水性などにも優れるという利点がある。その一方で複数のインクリボンを用いるカラー印刷では、 色ごとに印刷するために紙がプリンターを出たり、入ったりを繰り返す必要があることから、色数が増える分だけ印刷に時間がかかり、色ずれも発生しやすくなるという欠点もある。これらの特徴から、業務用の単色印刷、特に賞味期限やロット番号の印字、バーコードラベル印刷に使われることが多い。家庭用としては、ファックスで主に使われる。 かつては直接関熱式のファックスも多かったが、直接関熱式を採用した最後のファックスであったオタックス KXPW211DL が2019年で販売を終了したため、ファックスの印刷方式は熱用有識のみとなった。1970年代後期より、日本のスーパーマーケット市場の成長に伴って、ポスシステムが導入されたことにより、 商品に貼り付けるラベルに価格だけでなくバーコードも印刷されたバーコードラベルの発行が急務となったが当時一般的に用いられていたダイレクトサーマルプリンターでは熱や光によって数日で印字が薄くなるという欠点があったそれを克服するため日本のラベリングマシン大手の佐藤が開発した 1981年に佐藤が発売した佐藤 M-2311 が世界初の熱用夕方プリンターである。同時にプリンター用のラベルも佐藤によって製造されたことにより佐藤のラベリングマシンを用いて高品質なバーコードラベルを発行して商品に貼り付けることが可能となった。当時の佐藤はインクの製造技術を持たなかったため、 インクリボンはインパクトプリンター用リボンのメーカーである富士科学志向から供給を受けた。そのため富士コピアンの社市では熱転写印字記録媒体に始まるノンインパクトプリンター用のインクリボンは富士コピアンが1980年に発明したことになっている。佐藤はその後用油型プリンター用のインクリボンの自社開発を行い九百八十年代には 自社生産もされていた時期もあったが、最終的に断念され、佐藤純正のインクリボーンは、突板印刷や、富士コピアンに生産を委託している。1980年代から1990年代にかけて、臨時品質の向上や、用途の拡大が行われた。佐藤の歴史によると、アパレル、物流、製造、ヘルスケアといった各業界の用途に合わせた、 各種プリンタとラベルを提供しながら市場を広げていったとのこと。1980年代から1990年代にかけては家庭用プリンターとしても広く一般に普及した。当時普及していた家庭用プリンターと比較してドットインパクトプリンタのようにうるさくなく放電破壊プリンタのような異臭が発生せず、関熱紙が必要な直接関熱記録式プリンターと 違って普通紙に印刷できるという利点があった。特に単色の文書印刷だけの用途なら黒のインクリボンを用意するだけで済むため、家庭用ファックスやワープロ機に搭載できるほどに安価で、軽量、コンパクトにできた。しかし、フルカラー印刷では色ずれしやすい、各色ごとに印刷するため時間がかかる、などの欠点があり、1990年代に入ると、 インクジェットプリンターの低価格化に伴い、パソコン用プリンターとしては、インクジェットプリンターが主流となった。1990年代には、アルプス電機が、溶融型熱転写印刷方式を用いた、家庭用フルカラープリンターの、マイクロドライプリンターを展開しており、これは、インクリボンを交換することで、白色や金色の特色印刷が可能であったことから、模型のデカールを印刷する。 ホビーストを中心として一定のファンがいたが販売不振のために2000年代に展開を終了した。熱用夕方プリンターにおける熱転写印刷は熱転写印刷専用のプリンターを用い、プリンターに搭載されたプリントヘッドがインクリボンのワックスを溶かすことによって行われる。熱転写印刷のプロセスにおいて用いられる主要なパーツは固定式のプリントヘッド、インクリボン、 用紙の三つである。構造としては、プリントヘッドと紙の間にインクリボンが挟み込まれる形となる。印刷解像度はそれほど高くなく、インクリボンの電気的特性とインクの流動性を正しく考慮し、プリントヘッドの熱を正確に反映するようにしないと、高品質の印刷画像を作成することはできない。現在一般的に利用されているラベルプリンターにおいては、 プリントヘッドの解像度は 203dpi、300dpi、600dpi の3種類のものが主に流通している。プリントヘッドに搭載された印刷ドットのそれぞれは個別にアドレス指定が可能で、もし一つのドットが電子的にアドレス指定された場合、事前に設定された温度まで即座に加熱される。加熱されたプリントヘッドの画素は インクリボンの紙に面する側に塗布されたインクを即座に溶かし、プリントヘッドのロック機構によって、紙がインクリボンに圧着されていることもあって、インクが紙に即座に転写される。ドットがオフになると、プリントヘッドのガスはすぐに冷却され、リボンのその部分は溶融、印刷を停止する。紙がプリンターから出てきた時点では、インクは完全に乾いていて、すぐに使用することができる。 インクリボンに塗布されたインクはワックス系のインクが一般的だがレジン系のインクやワックスとレジンを混合したワックスレジン系のインクもある。ワックス系のインクは溶融温度が低く転写性が高いが耐摩耗性、耐熱性などの耐性は低い。レジン系インクはその逆で転写性は低いが耐性は高い。印刷する対象によって適したインクが違う。 インクリボンはロール状になっており、これをプリンター内のシンボー、またはリールホルダーにはめ込んで設置する。使用済みとなったリボンは未使用インクリボンのロールの反対側にある巻き取り用のシンボーによって巻き取られていき、最終的に使用済みインクリボンのロールが出来上がる。一回印刷するごとにインクリボンを巻き取り、次々と使用済みのリボンが廃棄されて新しいものと交換される。 というのが、熱用夕方インクリボンの使い切り方式である。使用済みのインクリボンを光に当てると、印刷された画像の正確なネガが表示されるので、セキュリティに問題があり、もし機密文書などを印刷した場合は、適切に処理しないといけない。使い切り方式の熱転写インクリボンを使用した場合、印字するラベルとインクリボンの正しいマッチングを印刷前に行った場合、100%の濃度の 印字物が保証されるというメリットがある。ドットマトリックスインパクトプリンターのインクリボンでは、インクリボンをマンシム使い回すため、印刷するたびにインクが徐々に薄くなってしまうのとは対照的である。フルカラー用夕方熱、転写印刷熱用夕方印刷技術を応用し、複数の色のパネルを搭載したインクリボンを使用することで、フルカラーの画像を作成することも可能である。 色ごとに紙とインクリボンが固定式サーマルプリントヘッドの下を同時に移動することでインクリボンに塗布されたワックスベースのインクが紙に溶融し転写される。例えばクマックの4色ならプリンターに紙を4回往復させる。これを冷却するとワックスは紙に永久的に付着しフルカラーの画像が現れる。このタイプの熱用優型プリンターは 印刷するページの内容に関係なく、印刷するごとにページと同じサイズのインクリボンのパネルを使用する。モノクロプリンターでは、印刷するページごとに黒いパネルを1枚使用するだけでよかったが、カラープリンターでは、ページごとに3つまたは4つのカラーパネルが必要とされるので、インクがかなり無駄になり、インクリボン代がかなりかかる。サーマルプリントヘッドのイン度を調節することで飛ばす。 インクの量を自在に調節できる消化型プリンターとは異なり、熱用融型のプリンターは飛ばすインクの量を調節することができず、色ごとの印刷ドットの強度を変更することができない。要するに画像を色ごとにディザリングする必要がある。印刷の品質はそれほど悪いわけではないが、2000年代以降のインクジェットプリンターや、 カラーレーザープリンターと比較できるレベルの品質ではない。そのため現在、フルカラー用優型熱転写プリンターが一般的なページプリンターとして使用されることは滅多にないが、その防水性と速度により、主に工業用のラベル印刷に使用されている。この方式のプリンターは可動部品の数が少ないため、信頼性が高いとも考えられている。ただし、 ワックス系インクは摩擦に弱いので、ワックス系インクを使用したカラー用油型熱、転写プリンターによる印刷物は削れたり、擦り切れたり、かすれたりしやすい。そのため、ポリプロピレンやポリエステルなどに印刷する際に、ワックストレジンの混合物やフルレジンの塗料を用いて耐久性を高めたものも開発されている。ソリッドインクプリンター。 ソリッドインクプリンターはテクトロニクス社が開発した熱用優型プリンターである。後にゼロックスがテクトロニクスのプリンター部門を買収し、ゼロックスのプリンターとなった。日本ではソニーテクトロニクスがテクトロニクス社のソリッドインクプリンターを販売しており、ベゼロックスがテクトロニクスのプリンター部門を買収した後は富士ゼロックスによる販売となった。 ソリッドインク方式を採用したゼロックスフェーザー8400プリンターを例に挙げると、1立方インチの四角い固形インクブロックを使用し、プリンターの上部にあるホッチキスのマガジンと同様のシステムにインクをセットする。インクブロックが溶かされると、厚でインクジェットヘッドを通じて回転するオイルコートプリントドラムにインクが転写される。続いて用紙がプリントドラムを通過し、 その際に図像が用紙に転写される。このシステムはインクの噴射温度が60度で、インクの粘度が低いという点で、水小インク方式のインクジェットプリンターに似ている。印刷の特性は前述の熱用融型プリンターと同様であるが、ソリッドインクを使用したプリンターでは、リボンパネル全体を使用するのではなく、印刷に必要なインクのみを使用するため、はるかに経済的である。 しかも非常に高品質なプリントを生成できる。ただし、印刷を行うためには、ソリッドインクの一部を60度まで加熱して、溶融しておく必要があるため、待機電力がかかる。プリンターの電源を消してもう一度つけた場合、かなりの量のインクが、ウォームアップで捨てられて無駄になるので、印刷するたびに、プリンターの電源をつけたり消したりすることが、現実的ではなく、結果として、 常に電源を入れておくことになり、それほど頻繁に印刷しない場合は、待機電力がバカにならない。印刷台とインク台は、カラーレーザープリンターとほぼ同じであるが、待機電力の使用量は、非常に高く、約200ワットにまで達する恐れがある。そのため日本では2006年に販売不振のため、販売中止となった。マイクロドライプリンターマイクロドライプリンターは、 アルプス電機が開発したプリンターである。これは色ごとの熱用優型リボンカートリッジを使用するワックス、レジン転写式のシステムであり、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの各カートリッジを使用してプロセスカラーで印刷する。また同様にホワイト、メタリックシルバー、メタリックゴールドなどの特色カートリッジを使用することもできる。一部のマイクロドライプリンターでは 特殊なカートリッジと専用紙を使用して、消化型熱余裕印刷が可能な機種もある。使うインクの色が決まっている、競合他社の家庭用、インクジェットプリンターとは違い、マイクロドライプリンターはカートリッジを好きな色に変更することが可能で、特色カートリッジを利用すれば、家庭用プリンターでありながら、白色や金色の特色印刷が可能という利点があり、 模型に貼り付けるデカールやラベルを家で印刷することができるため、ホビーストにファンが多かった。一方で、インク代が高い、色ずれしがちなど家庭用としては、欠点も大きかった。熱用油型の特性上、インクの滲みがなく、1990年代当時は、競合インクジェットプリンターと比較して、特に文字印刷が綺麗だったが、2000年代以降になると家庭用。 インクジェットプリンターの性能向上にかなわなくなり、写真印刷の汚さが目立った。2010年に販売不振のため販売中止となった。主な用途産業用の溶融型熱転写プリンターの利用は以下の通り。バーコードプリンターは通常4インチ幅、6インチ幅、または8インチ幅で幅の大きさが決まっている。過去にはたくさんのメーカーが異なったサイズのものを 製造していたが、現在では、ほとんどのメーカーが前期の大きさで標準化している。これらのプリンタの主な用途は、製造及び出荷の際の識別用のバーコードラベルを作成することである。染料紹介印刷は、熱を使用して、プラスチック、カード、紙、布などの材料に染料を転写するデジタル印刷技術である。 消化性の染料インクが液体を経由せずに固体から直接気体に相転移するように見えたので消化型と名付けられた。ただし実際は染料が液化のプロセスを取っていることが後に判明したためこの表現は正確ではない。それが判明して以来このプロセスの適切な名称は染料拡散として知られるようになったがプリンターのカテゴリーの名称が 技術的に正しい用語に置き換えるということはなく、従来通り、線量消化型と呼ばれている。民生用プリンターとしては、インクリボンに塗布された消化性線量インクを熱したインジヘッドによって、専用のコート紙に転写する、消化型熱転写プリンターが普及しており、写真印刷用の小型プリンターとして、主に用いられている。また、業務用では、 デザイン出力用や DTP 用との大型プリンターとしても用いられる。消化型熱転写プリンターはサーマルプリントヘッドを利用して印刷を行う関熱記録式プリンターの一種でもある。消化型熱転写プリンターは印字するドットごとに転写するインクの濃度が調整できるため、階調表現に優れ、写真印刷用途にも耐えうる画質が得られる。 染料インクが使用されるため耐水性や耐光性は劣るが近年の消化型は表面にラミネート処理を施すことで耐水性、耐光性を高めている。ただ、関熱式プリンターと同様に印刷には専用用紙を必要とするため高コストであることや色ごとに印刷動作を繰り返すため印刷に時間がかかるといった熱用優型プリンターと同様の欠点もある。 消介印刷には、プリンターで対象物に直接印刷するダイレクト方式の他に、一度紙に印刷したプリントを、熱プレス機で別のものに転写する再転写方式がある。再転写方式は、転写紙に一度鏡像を転写する必要があり、面倒な上にランニングコストも高くなるが、再転写方式を使うと複雑な形をしたものに対しても印刷できるので、 表面がデコボコした ID カードの印刷やグッズなどへの印刷にも使用されている。スポーツのユニフォームやノベルティ T シャツを印刷する街のウェアプリント業者など小ロットの製造業においても消火採点車プリンターが主に用いられている。家庭では熱プレス機の代わりにアイロンが使えるが、例えばマグカップの表面にプリントするためのマグカッププレス機など t シャツ以外の商品に印刷するためには商品の形に合わせたヒートプレス機が必要となる。サーマルプリントヘッドを用いて対象に印刷と同時に定着させる消火熱転写ダイレクト印刷方式は写真印刷、カード印刷、名刺印刷などで主に使われているダイレクト印刷方式の一種である。2000年代までは業務用プリンターにおいては 写真印刷向けに消化型熱転写プリンターの市場が大きかったが、インクジェットの性能向上に伴い2010年代以降にはインクジェットプリンターに置き換えられつつあり、フォトプリンター大手のエプソンでもインクジェットフォートプリンターを進めている。磁気カードや IC カードでも消化熱転写を使うと綺麗な印刷になるため、よく使われていたが、消化熱転写は インクリボンを使うことによる生産性やセキュリティの問題があるため近年はインクジェットへの置き換えが進んでおりカードプリンター大手のキャノンも目的に合わせて選ぶことを進めているインクジェットプリントヘッドなどで布に図像を印刷した後ヒーターにかけて消火処理を行うことで定着させるダイレクト消火インク方式はガーメントプリンタなどで主に用いられている ダイレクト印刷方式の一種である。ダイレクト消化インク方式は、大量の印刷を行うアパレル業界で主流で、布の感触を残しつつ鮮やかな印刷画質が得られる、消化印刷のメリットとともに、従来は参拝処理していた、大量の転写紙が出ないメリットがある。また、印刷版が不要で、シンプルな印刷工程を取ることが可能なため、多品種少量印刷にも適しており、 小規模プリント業者においても普及が進んでいる。業務用としては2010年代以降にフォトプリンターの市場が縮小する一方でサイネージテキスタイル、ラベル印刷においてアナログ方式からデジタル方式への転換が進んでおり、これらの業界における消化型プリンターの市場拡大が著しい。テキスタイルプリンターには2013年にエプソンが ピエゾ方式インクジェット消化転写型テキスタイルプリンターで参入2019年に HP がサーマル方式インクジェット消化転写型テキスタイルプリンターで参入するなどプリンター大手の参入が相次いでいるフォトプリンターでは y m s のインクリボンが使われるが ID カードプリンターではテキストとバーコードも印刷する必要があるため y m s だけなく K と O のパネルも加えた Y 息子のインクリボンが使用される。Y、M、C のパネルは線量拡散方式で印刷されるが K と O のパネルは溶融型熱転写印刷によって印刷される。オーバーコートはカードの表面を保護するためインクリボンのパネルの前面を使ってカードの前面に塗布される。このプロセスは特許文献などでは 大ディフュージョンサーマルトランスファー、略して d 2 t に方式と呼ばれることもある。消化ジェルジェット印刷と混同しないように注意が必要である。消化ジェルジェット印刷とは、リコーがビジネス向けプリンター、一縁を向けに開発した特殊なジェルジョットビスカスインクを使用した方式で、インクが実際に消化する。ジェルジェットは利口の登録商標であり、利口は新カテゴリー、 ジェルジェットプリンターと主張しているが、一般的には、インクジェットプリンターの一種とされる。ジェルジェットを用いた印刷は、染料消化印刷における採点者方式とやり方は、同じだが、より低い温度で、より高い圧力で行われれる。ジェルジェットは、粘度の高い顔料インクを使用しており、通常の顔料よりも乾きが早く、また、染料のように滲むこともない。なので、 イップチオは、競合他社のビジネス向けインクジェットプリンターより、印刷が早く、レーザープリンターと比べて、インクが安い利点がある。一方、競合他社のインクジェットプリンターと比べて、写真の印刷が汚いので、家庭用向けには展開されておらず、文書の印刷が主なビジネス向けのみとなっているが、ジェルジェットは、滲みが少ないので、ノベルティマグカップの印刷などにおいて、よく利用される。 2018年現在、主にフォトプリンターとして使われる民生用昇華型熱転写カラープリンターのシェアはキャノンのセルフィーシリーズが1位。また、民生用昇華再転写型インクジェット式カラープリンターとしてはエプソンが1応シェアリカラーシリーズで展開しているが装置がとても大掛かりになるので家庭内で一定数のグッズを製造する。 双方業者でもない限りは一般人には厳しい。主に業務用のフォトプリンターとして使われる消化型熱転写プリンターの記録材料は DNP が世界シェア1位で5割を超える。2018年現在業務用のテキスタイルプリンターのシェアはドーバーコーポレーションが1位だがコニカミノルタや無党工業もトップクラスのシェアを持つ。2013年に 業務用プリンターシェアリカラー SC 回7100で消化転写方式のテキスタイルプリンターを初めて投入してナッセン市場に本格参入した業務用プリンター大手のエプソンの2016年現在の動向を例に挙げると業務用フォートプリンターの市場が縮小しつつある一方でテキスタイル市場の拡大が著しいのでエプソンも 自社の得意のインクジェット技術を用いて、そちらに注力している。1980年代前半、VTR 機の普及により、写真に匹敵する画質の印刷を行える、ビデオプリンターの需要が高まっていた。そのため1982年、ソニーがカラービデオプリンター、マビグラフを発表。これが、世界初の消化型熱転写プリンターである。ソニーの成功を受け、 エプソンやキャノンを含む日本メーカー各社が消化型ビデオプリンターの開発に参入した。1985年には、日立製作所も消化型熱転写プリンターの実用化に成功し、1986年5月、関熱消化方式を採用した、世界初の家庭用カラービデオプリンター、VY-50 が25万円で発売された。消化型インクシートは、 大日本印刷と寒熱ヘッドは京セラと共同開発を行った。発熱素子1ドットあたり64会長の当時としてはリアルな会長表現が可能であった。1995年にはゲームセンターでプリントシール機のプリントクラブが発売され、1990年代後半にはプリントシール機が大ブームになるとともにプリントシール機の一部として 消化型熱転写プリンターも普及した。三菱電機京都製作所が製造した消化型プリンターは1997年にプリントクラブのフォトプリンターとして採用され、三菱の消化型プリンターは一気に世界シェアを伸ばした。新興電機の製品も1998年より競合のプリント機に採用され、こちらも一気に世界シェアを伸ばした。 2000年頃にはデジカメブームによって家庭用フォトプリンターの市場が増大し多くのメーカーが消化型プリンターで家庭用フォトプリンター市場に参入。2002年には業務用消化型フォトプリンター大手の新興電機も19,800円の低価格な家庭用消化型フォトプリンターカラー PETSP-100 で50年ぶりにコンシューマーに参入したが 家庭用においては、キャノンの消化型プリンターである CP シリーズが強く、ほとんどのメーカーが2010年までに撤退した。1990年代後半にデジカメ、デジタルマビカと連動したビデオプリンター、マビカプリンター界 VP-1 などを販売していた消化型熱転車プリンター専業メーカーのソニーは、1998年に小型メモリーカード、 メモリースティックを発売したことを契機として、メモリースティックを基軸として、パソコンやデジカメと連動する AV 製品の展開に力を入れ始めた。1999年、ソニーは、消化型熱転写方式を採用した、メモリースティック対応家庭用デジタルフォトプリンター、DPPMS300 を発売し、家庭用フォトプリンター市場に参入。2000年に、 プレイステーションに対応インクジェット式ビデオプリンタパペグを発売して流れに乗るソニーは2001年に自社開発によるインクジェットプリンター事業に参入しソニー発のインクジェットプリンター MPR-501 を発表インクジェットプリンターヘッドはサーマルヘッド方式を採用することで消化型熱転写プリンタで培ったノウハウが 生かせるという目論みがあったが、インクジェット方式では大手であるキャノンやエプソンには、かなわず、シェアが取れなかった。そのため、ソニーは、従来のシリアルヘッド方式よりも高速、高画質な次世代、インクジェットプリンターとして、ラインヘッド方式を採用した、LD ショットと称するインク突出技術の開発を、進めたが、LD ショットは、余価が50万円まで跳ね上がり、ソニーは、 ラインヘッド方式インクジェットプリンターの実用化に失敗。そのため2003年発売の MPR-706 を最後にインクジェットプリンター事業を終了した。ソニーのプリンター事業は再び消化型熱転写プリンター事業のみとなったが家庭用プリンター事業は2009年発売の DPP 回700をもって終了。ソニーは 業務用フォトプリンターでも世界的大手だったが、ソニーに消化型プリントメディアを提供していた大日本印刷に業務用フォトプリンター事業を譲渡し、2010年に業務用消化型フォトプリンター事業から撤退。以後は医療用フォトプリンター事業に資源を集中している。2000年代に入るとデジカメの普及と銀塩写真の衰退に伴い、 プロフェッショナル向け写真プリント市場において、銀塩写真用の銀塩ミニラボがデジタル写真用のドライミニラボに置き換えられ、富士フィルムや DNP などの消化型プリンターが普及したが、2010年代に入るとインクジェットプリンターの高性能化に伴い、消化型熱転写プリンターからインクジェットプリンターへの置き換えが始まった。家庭用プリンター大手のキャノンは、 2011年当時は家庭用フォトプリンターとして消化型熱転写プリンターセルフィーを展開していたが2011年にラインヘッドを搭載したインクジェットプリンタードリームラボン5000を発売しインクジェットで業務用フォトプリンター市場に参入家庭用プリンター大手のエプソンは消化型熱転写方式ビデオプリンターからは1988年に 撤退し、以後は、インクジェットプリンターの専用メーカーとして、家庭用フォトプリンターとしても、プロフェッショナル用フォトプリンターとしても元から、インクジェットプリンターを展開していた。エプソンは2007年に開発した TFP 技術を武器として、2012年に、シェアディカラーシリーズでサイネージ向け市場に参入するなどしていたが、 エプソンはさらに2013年までに1億6000万ドルを投入してプリシナンコウと称する次世代プリントヘッドの開発を進め2013年にプリシナンコウの実用化に成功プリシナンコウはシリアルヘッド方式でもラインヘッド方式でもどちらでも構成可能で多種多様なメディアに印刷可能であることから2010年代中頃よりエプソンは銀塩消化系を インクジェットに置き換える方針を掲げ、カナダドル市場やナッセン市場など様々なプロフェッショナルプリンティング分野に参入している。消化型印刷とは、ポリエステルやポリマーでコーティングされた対象物に対して行われるフルカラー印刷が可能なデジタル印刷技術である。シルクスクリーンプリントのように印刷版を必要とするアナログな印刷ではなく、プリンターで印刷するデジタルな 印刷なので、デジタルプリント、デジタル消化とも呼ばれる。このプロセスは、印刷版を作らないだけ、低コストなので、小ロットの印刷に向いており、服飾、看板、上りのほか携帯電話のカバー、バッジ、マグカップ、その他の消化印刷がしやすい、ノベルティアイテムの表面の装飾によく使用される。ラバープリントなどのように厚盛りにならず、 通気性が良いので、スポーツウェアなどでもよく使われる。このプロセスでは、消化という化学現象を利用する。消化法では、固体に熱と圧力を加えることで、液層を通過せずに、吸熱反応によって固体が直接気体に変わる。消化型印刷で、一般的な消化採点者方式のプロセスを述べると、まず、特殊な消化線量に、圧電プリントヘッドを当てることにより、 ゲル状の消化インクを転写紙に反転印刷させる。この転写紙とは高い理系性を持ったインクジェット紙のことで消化型インクをこれに付着させた状態で保持する。次にこのデジタルデザインが印刷された転写紙を印刷を行う対象物と一緒にヒートプレス機に設置する。画像を転写紙から印刷対象物に転写するには時間、温度、 圧力を適切に組み合わせた熱プレス機プロセスが必要となるが、それぞれどのようにすればよいかは、印刷する対象によって異なるので注意が必要である。この過程で、消化した色素が分子レベルで印刷対象物に転写される。消化印刷に使用される最も、一般的な染料では、摂氏175度程度で消化される。ただし、最適な発色を得るには、通常、 摂氏195から215度の範囲で行うのが良い。消化型プリントを利用すると、ほぼ永久的な高解像度のフルカラープリントが得られる。染料は印刷対象物に部分的に貼り付いているわけではなく、分子レベルで印刷対象物と融合しているため、一般的な利用環境のもとでは、プリントが機材から割れたり、色あせたり、剥がれたりすることはない。 一般的な業務用フォトプリンターのインクリボン。クミーのパネルごとに分かれている消化型熱、転写方式の一般的なプロセス、つまり消化型熱転写プリンターの動作を述べると、1回の印刷ごとにクミーのうちの1つが印刷されるので、紙がプリンターを何回か出たり入ったりする。染料は各色ごとに別々のパネルに分割されたポリエステル製の インクリボンの形で保存されている。各色のパネルの大きさは印刷されるメディアのサイズに合わせて決められている。例えば、6インチ X4 インチの消化型プリンタで使われるインクリボンには6インチ X4 インチのカラーパネルが4つ存在する。印刷サイクル中、サーマルプリントヘッドの下で動作するプリンタローラーは印刷メディアとカラーパネルの1つを同時に移動させる。 サーマルプリントヘッドの小さな発熱体は温度を急速に変化させ、加えられる熱の量に応じて異なった量の染料を紙に塗布する。染料の一部は紙に拡散する。プリンターが一つの色において紙に対する印刷を終了するとインクリボンの次のカラーパネルが巻き付けられ、次のサイクルの準備のためにプリンターの排出口から紙が部分的に排出され、また引っ込む。 プロセス全体が合計で4から5回繰り返される。最初の3つは画像の完全な色再現を行うために紙に3原色を配置するものである。クミーの3原色だけでは黒色の再現が不十分となるため、クマッコ式では改めて黒色インクを使った熱転写プロセスを行う場合があるが行わない製品もある。クミュの最後のプロセスではラミネートのオーバーレイで 印刷面を覆う。この層によって、紫外線や湿気から染料を保護する。消化型熱転写フォートプリンターでは、CMY の3枚のインクリボンのパネルを用いて1枚の写真を印刷する。使用済みインクリボンに残されたネガ画像を見る限り、インクリボンのかなりのインクが無駄になっているのがわかる。消化型熱転写印刷技術は、サーマルヘッドの温度を任意に変えることにより、ドットを 任意の色にすることができるという利点がある。そのため消化型熱転写フォートプリンターは銀塩写真と比べても遜色がないほどのリアルな連続的トーンを生成することができる。インクジェットプリンターはこれとは対照的に紙に飛ばすインクの液的の位置とサイズを変えることしかできず、究極的にはめっちゃ細かいリザリングに過ぎない。しかも紙に飛ばすインクの色は プリンターに搭載されているインクの色に制限される。インクジェットプリンターでは、インクの液滴を重ねて散乱させることで、あたかも連続的なトーンを表現できるかのように見せてはいるが、拡大すると個々の液滴を見ることができる。1990年代頃までのインクジェットプリンターは、大きな液滴と低解像度により、印刷されたものは、消化型よりも、 大幅に劣っていたものだが、2000年代以降になると、微細な液滴と補助インクの搭載によって、非常に高品質の印刷を生成できるようなインクジェットプリンターも登場し、消化型よりも優れた色再現性を実現するようになったため、従来は消化型の独断上であった、フォトプリンター市場においても、2010年代以降には、消化型からインクジェットへの置き換えが進んでいる。 それでも、消化型はインクジェット印刷に比べていくつかの利点がある。一つ目は、プリンターから排出された時点で、すでに印刷物が乾いていて、印刷直後にすぐに扱える状態になっていることである。また、サーマルヘッドは、インクジェットのヘッドのように紙の上で前後に動作する必要がないため、故障する恐れのある可動部品を少なくできる。また、 液体インクを採用したインクジェットに対して固形インクを採用した消化型はクリーニングをする必要がなく印刷サイクル全体を通してクリーンに印刷できるこれらの要因によって一般的に消化型プリンターはインクジェットプリンターよりも信頼性の高い技術となる一方で消化型プリンターにはインクジェットプリンターと比較していくつかの欠点があるまず インクリボンの各色ごとのパネルおよびサーマルヘッドの大きさは印刷されるメディアと同じ大きさである必要がある。さらに、消化インクを印刷することができるのは特殊なコーティングを施された専用紙または特定のプラスチックのみである。そのため消化型プリンターは普通紙を含めた幅広いメディアへの印刷ができるインクジェットプリンターの柔軟性にかなわない。また、 染料は紙に吸収される前に少量を拡散する。従って、印刷物は、シャープさを書く部分がある。写真印刷の場合、むしろこれは自然な写真プリントを生成するのに、効果的だが、他の用途の場合、このわずかな、ぼやけは不利となる。消化型では1ページを印刷するのに1ページ丸ごとと、同じサイズのインクリボンが必要となるため、無駄になる染料の量も、 非常に多い。普通に印刷した場合では、印刷に使用する4つのパネルに乗せられた染料のほとんどが無駄になる可能性もある。一度使用したパネルを再使用すると、たとえ一度と印刷しただけだとしても、その部分が空白になってしまうため、一度使ったインクリボンを別の印刷に再利用することはできない。ほとんどの消化型プリンタは色ごとにインクリボンを分けたりしておらず、 一つのインクリボンにインクを乗せたパネルを組むの4枚ずつ連ねたシングルロール設計であるため、たとえ単色印刷であってもインクを乗せた4枚のパネルがすべて無駄になる。インクジェットではモノクロで印刷することでインクを節約することが可能だが、消化型では節約できない。ただしインクジェットプリンタはインクの使用量が少ない状態が続くとインクカートリッジが乾燥する傾向があるため、 染料の浪費に悩まされる可能性がある。消化型で印刷に使用するメディアは、カラーインクとペーパーがセットになったパッケージの形で供給されており、つまりパッケージごとに印刷できる枚数が決まっており、1枚印刷するごとに固定費が発生する。これは、大容量インクや互換インクを使ってケチることができるインクジェットプリンタとは対照的である。機密文書、 または秘密文書を印刷する環境では、消化型プリンターは潜在的なセキュリティリスクとなるため、慎重に処理する必要がある。消化型プリンターの原理上、使用済みインクリボンのパネルには、印刷物の完全なネガ画像が色分けされた状態で作成されており、何か印刷するたびに未使用インクリボンの反対側にある使用済みインクリボンのロールに順次巻き取られていく。 そのためプリンターの本体を開けて使用済みロールを広げてみるとプリンターで印刷されたすべてのものが丸分かりになる。このような環境では使用済みロールを単にゴミ箱に捨ててはダメで現場でシュレッダーにかけるか焼却処分する必要がある。これは家庭用フォトプリンターでも全く同じことが言えもし使用済みカートリッジをゴミ袋から回収されると 印刷されたものすべてが丸わかりになる。インクリボンのカートリッジはプラスチック製であるため使用済みロールの寿命は数年または数十年に及ぶ可能性があり気をつけないといけない。そのためコンパクトフォートプリンター、セルフィーを展開する家庭用消化型プリンター採用手のキャノンでは使用済みカートリッジの回収サービスを行っている。また、 消化型プリンタの紙とインクリボンは皮脂に弱く、もし油がつくと、リボンから紙に消化させる邪魔になる。また、ホコリにも弱く、もしホコリの粒子があった場合、印刷物に小さな色の塊が現れる可能性がある。ただし、ほとんどの消化型プリンターは、このような事態を防ぐために、フィルターやクリーニングローラーを搭載しており、またホコリの反転は、 もし印刷中の紙についた場合は、紙が一枚無駄になるだけだからそれほど気にする必要はない。かつては、消化型プリンターというと工業用、またはハイエンドの商業用印刷においてのみ利用されていた。例えば消化型フォートプリンターは、医療用画像、グラフィックアートの構成、セキュリティ、および放送関連の応用製品においてのみ、使用されていた。 しかし、今日では、高速のオンデマンド印刷を必要とする、イベント写真や、フォトブース、キオスク端末などで非常に一般的なものとなっている。アルプス電機は、1990年代より、家庭用として5万円から10万円程度の、価格帯で高解像度な消化型プリンターの、マイクロドライブプリンターを製造し、消化型印刷技術を一般消費者の身近なものとした。 2021年現在においては、市場には1万円台から買える消化型プリンター、特にはがきサイズのモバイルフォトプリンターがたくさん存在する。小型プリンターからインスタントな写真プリントを安価に作成できるため、カードプリンターを使用した ID 写真など、消化型印刷を応用した一部の製品では、従来のフィルムとンガ紙を使ったインスタント写真に取って変わったものもある。 いくつかのメーカーでは卓上サイズの製品をスタンドアイロンプリンターとして販売しており、さらにはこれと同種のものをプリントキオスク端末や照明写真機向けとしても販売している。RS232C など汎用のプリンターの通信規格に対応した製品もある。一部のメーカーではプリンターにソフトウェア開発キットを同梱しており、 自社のラベルプリンターを買ってくれたお客様に、あわよくばシステムインテグレーターとして自社のプリンターを使った応用製品を開発してもらいたいという下心が伺える。卓上サイズのスタンドアロン消化型フォートプリンターはイベント写真の出張写真家によっても使われている。プリンターのインスタントプリント機能によりイベントに参加している時間内に 携帯に便利な小型プリンターからすぐにラボ品質のプリントを作成でき、同時に販売もこなせる。消化を間接印刷プロセスとしても使用できる。一般的な白黒レーザープリンターを使った、いわゆるトナー転写と呼ばれる手法で消化型印刷が利用できる。トナー転写には、熱転写シートに印刷した印刷物を転写プレス機で再転写するという方法が、 一般的だが、消化線量を含んだ、消化トナーという特殊なトナーを使用して、普通紙に印刷したものを転写プレス機で、消化熱転写するという方法もあり、T シャツ、帽子、マグカップ、金属、パズル、その他の表面に、高級的に、熱転写できる。専用の消化トナーは、インクリボン方式のインクリボンと同じくらい、高コスト、消化トナーが使える機種が限定される。 印刷も洗い、などのデメリットがあるが、転写紙の代わりに普通紙が使えるので低コスト、小スペース、高速、というメリットがある。2016年に日本初の卓上型消化転写レーザープリンターを発売したアイメックス社によると、イベント会場でその場でグッズを作る際などに便利とのこと。繊維業界において、消化型印刷プロセスは、ポリエステルや、 その他の合成繊維に印刷するために使用されており、例えば T シャツ、垂れ膜、テーブルカバー、ID カード、スポーツウェア、旗などを印刷する際に使用されている。元々の消化型プリンターは消化トナーを使用した静電印刷によるものであったが、現在は特殊な配合の消化インクを使用するオーバーインクジェットプリンターが一般的に利用されている。消化インクは 液体溶剤に染料が分散した、剣濁液となっており、水のような液体である。消化再転写印刷のプロセスにおいては、まず最初に、図像を反転した状態で、コーティング済み耐熱転写紙に印刷し、次に、約180摂氏二1 0度の温度で動作する、熱プレス機で、ポリエステル製の布に転写する。高温高圧下において、染料は、機体となって布地に浸透し、 次に固体化して、繊維と一体化する。生地は、高級的に染色されているため、洗濯しても柄落ちしない。他の脱線方法に対する染料消化の利点としては、図像が布の上に永続的に定着し、剥がれたり色あせたりせず、また染料が布の上に盛り上がらないので、柄が服に貼り付いている感がないことが挙げられる。合成繊維の透明な繊維の一本一本に、 染料が付着することで色が非常に鮮やかになりシルクスクリーンの網点印刷のようなコストのかかるアナログ技術を使用せずに写真と同等の連続的な色調変化を実現できる。またアイテム全体に印刷する全面印刷や布の端まで印刷する縁なし印刷もできるという利点もある。消化型熱転写プリンターは熱を利用して染料を 印刷媒体に転写するため、印刷速度はサーマルヘッドの画素が温度を変化させる、速さに制限される。強い電流を流せば画素の温度を急上昇させることができるため、色を濃くすることに関しては簡単である。一方で画素を冷却するのは難しく、暗い色から明るい色に変化させるために、通常はプリントヘッドにファンやヒートシンクを取り付ける必要がある。 複数のヘッドを搭載すれば、一つのヘッドを冷却している間に、別のヘッドを印刷に使えるため、このプロセスを高速化することも可能である。印刷時間は、消化型プリンターによって異なるが、一般的な安価な家庭用の消化型プリンターでは、KG 版の写真を45秒から90秒程度で印刷できる。業務用プリンターなら、はるかに高速に印刷できる。 例えば、シンフォニアが2010年に発売した、高速消化型デジタルフォートプリンターカラーストリーム S には、KG 版の写真をわずか6.8秒で印刷でき、三菱消化型カラーフォートプリンター CPD707DW は、同じ KG サイズで6秒を切る、高速印刷が可能である。いずれの場合も、完成したプリントは、インクジェットとは違い、 プリンターから出てきた時点で完全に乾いている。インクジェットプリンターのプリントヘッドにはサーマル方式とピエゾ方式があるが、家庭用大手プリンターメーカーではエプソン以外のすべてのメーカーがサーマル方式を採用していたのに対し、エプソンだけはピエゾ方式を採用していた。また、ダイレクト消化インクを用いたナスセンプリンターにはインクリボンを使ったインクリボン方式、 トナーを使ったレーザープリンター方式、水性染料インクを使ったインクジェット方式があるが、エプソンが2013年に業務用プリンター、シェアリカラーシリーズに消化型インクを採用した製品を加え、業務用ガーメントプリンター市場に本格参入した際、ヘッドは当然ピエゾ方式のインクジェットヘッドを採用した。2014年、 デジタルナッセンの市場が急速に拡大するのを見たエプソンはこの市場に向けてプリシナンコーと称する新開発のピエゾプリントヘッドを投入ガーメントプリンター市場において消化型インクを使用したデジタルインクジェット印刷の支持は拡大しており例えば2021年現在でガーメントプリンター採用手の一角を占める無糖工業も エプソンからピエゾプリントヘッドの供給を受けている。エプソンと並ぶ家庭用プリンター大手のキャノンも商用印刷の分野への構成の機会を伺っていたが2020年にピエゾ方式のプリントヘッドの開発に成功。インクジェットは印刷する対象物を選ばないためもともと商業印刷向きの技術とされており、またピエゾ方式はインクに熱を加えないため 特に、プロフェッショナル用途での色の再現性に適していると考えられている。市場で入手可能なピエゾ染料消化プリンター用の染料、消化インクには2つのタイプがある。最も一般的なのが、エプソンのヘッドなどで採用されている、水性染料消化インクで、これは小型のデスクトップ用でも業務用、オーバンプリンターでも、両方で使用できる。一方、ローランドや、 見巻きエンジニアリングなどは溶剤染料消化インクを使っている。それぞれ各社のヘッド用の詰め替え、インクが販売されているが、この二つを間違えて混ぜてはいけない。水性染料消化インクを使用するオーバンピエゾプリンターの印刷速度は引き続き向上している。44インチ幅の小型の業務用、ガーメントプリンターでも印刷速度が1時間あたり18平方メートルに、 達するが、高速の工業用、テキスタイルプリンターでは、印刷速度が1時間あたり3000平方メートルを超える。ありがとうございます。